ボルボ、デザイン your life。渡辺タスクと山田れながお届けしている J-WAVE ラジオドーナツ。この時間はボルボ、デザイン your life。家族、こだわり、ライフスタイルなどを大切にするスウィディッシュシンキングのスピリットをゲストとともに探っていきます。今日はシンガーソングライターの三輪さんを迎えしています。エンジョイメントということで、はいはい、まあ、お仕事を離れた時の楽しいこと、まあ、趣味のお話を伺いたいのですが、はい、趣味と呼べるようなものはありますか？趣味はあのミント育ててるんですけど、あの大阪でよく行っているあのツアーの旅に行くしゃぶしゃぶ屋さんがあって、そこのお店で屋上でハーブを栽培してるっていうお話を聞いて、なんか興味を持って話を聞いてたら、そこの、あの店長のおばさまがですね、ビニール袋にミントを入れて、これ持って帰って育てなさいみたいな。でも私こっから3泊4日でツアーするから家にそんなすぐ帰れないんだけど大丈夫かなとか心配しながら、ビニール袋でこう新幹線で持って帰ってきて、で家で植えて、今2年目なんですけど、でも時々なんでかわからないけど葉っぱがちょっと枯れかけたりとかして、すごい心配なんですけど、でも丈夫な方じゃないですかミントって、そうなんですね、なのでまたこうちょっと剪定してあげると元気になったりとか、それは使ってるんですか？でもあまりミントって使い道がなくて、じゃあ割とどっちかというと観葉植物的な意味でミントがいると。そうなんですよ、あんまり使えてないんですよ。あ、なるほどなるほど。そうかそうか、もうとりあえずあらゆるあれじゃないですか、あのかさる、乗せて飲み物にちょっと入れる。そうだって飲み物は夏とかミントティーで、別にアイスティーだけに、アイスティーにもね、あ、そうですね、乗せたりとか、うん、そうか。じゃあステビア、その甘味料の、はい、ステビアも一緒にもらって、ステビアも育ててるんですけど、そうなんですね、甘味料も使います。面白いな。昔からなんか動物を飼うとか、そういう植物を育てるとかっていうのは好きだったとかありますか？好きでしたね、動物園大好きでしたし、よくなんかなんとか牧場みたいなところにも行ったりとかして、馬に乗ったりとかすごい好きで、猫を飼ってるんですけど17歳で、もうずっと猫は一緒で。立派だね。植物はあんまり手を出してなかったんですけど、まあ2017年かなから一輪挿しを始めて。わー素敵、お家に、お家で、あの結構お花をいただく機会が多いので、はいはい、そのお花もったいないなっていつも思ってて、ちゃんと可愛くこう生けられたらいいなと思っていて始めたんですけど、まあ、お花屋さんに行って買うのもいいけど、なんか自分で育てるのもいいなと思っていたところ、なんかミントをもらったので、なるほどなるほど、そこからミントになったわけ。それがミントになった。ステビアになってで今ガジュマルもいて、なんか手のひらサイズのガジュマルがお花屋さんにあって、お花を買いに行くときにちょっとガジュマルに目が止まってしまって、あまりに可愛くて今それ育ててますね。わーすごい、結構ね、まあ、育ててますね。そうですね、まあでもやっぱり女性がなんかお花を育ててるとか、ミントを育ててるとか、猫を飼ってるとかってこう生き生きと話してるのは、おじさんとしても嬉しいね、なぜかね。嬉しいですか？やっぱり、ね、今心配って言われるかと思いました。いやいやいや大丈夫です大丈夫です。なんかやっぱりいいなって思いますよね。そうですよね、本当ですか、よかった。じゃあちょっとミントを余ってたらくださいみたいな。あ、じゃあ積んできます今度。積んできてほしいです、はい、いや本当どうも今日ありがとうございました。ありがとうございまし ました。ボルボデザインオーライフ、今日はシンガーソングライターの三輪さんを迎えしました。ボルボDesign your life. This program was brought to you by ボルボカージャパン。